東京問教室の新コーナー高橋あさみちゃんの教えて藤井先生経済に関する気になる言葉を藤井先生があさみちゃんに優しく解き明かします今日は藤井先生、はい、よく新聞とかで見かけるデフレについて教えてください、うん、デフレね、うん、これ阿部さんとかがよくあのデフレ脱却なんてね。 言ってた。でもね、あれね、僕いつも聞きながらね、まあ安倍さんといつも仕事しながらね、言っててもほとんどの人意味分かってんよなと。やっぱり分かんないよね。どんなイメージあります、あさみちゃん、デフレ。なんか悪いイメージがある。そうね、悪いね。うん、そう、それ大正解、大正解。だから脱却しなあかんって話ですよね。はあ。 デフレが何かを説明しましょう。まずね、これはね、<laughs> あのデフレーションっていう英語の略称なんですよ。ああ、略だったんだ。そうそう。まあ,あ<ー>これね逆の言葉でインフレーションっていう言葉があるんですけど、あ、まあこれのインフレーション、うん。なんか聞いたことあるでしょ。<ー>これインフレとある、ね。でこのインフレとデフレ、これついで覚えとかんとあかん話ですけどね。ああ。 でこれね、うん、デフレーションってね日本語でね引くと<あ>時点で引くとなんて書いてあるかっていうとデフレーションって書いてるんですよえ <laughs> デフレーション意味わかんないじゃんでね、でも一番最後に収縮って書いてあるんですよ収縮なんかこう縮んでいくっていうことゅ <laughs> そう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 でねインフレーションって何かっていうとねこれもインフレーションって書いてあるんですけどおお最後に 膨張って書いてるんですよ。は膨張そう。だからね、こう縮んでいくのがデフレーションで、<ー>膨らんでいくのがインフレーション。<ー>ね、このイメージを考えてください。えー、でね、うんうん、これで考えると、この間、G. D. P. ってやったじゃないですか。うん、やったね。ね、国内総生産。 国内総生産僕たちの給料の合計値ねこれがまあ言うてみたら僕らの経済活動の大きさじゃないですか。GDP が100兆円やった時と、うん、500兆円やった時やったら500兆円の方が膨らんでるでるるしょ、うん、確かに大きくなってるよねだからね,ね,からねいろいろ定義はあるんですけど一番簡単なイメージで言うとこの GDP がね、うん 拡大していく、膨張していくのがインフレーションなんですよ。ああ、じゃあみんながいっぱい稼ぐのがインフレーションってことかな。全然、デフレーションっていうのはこれがね、ちっちゃくなってゼロに近づいてくのがデフレーションなんですよ。じゃあみんながお給料少なくなっちゃうってこと？そう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 なんですよ。<ー>これすごい嫌でしょ？嫌だー。うん。これがね、だからダメないことなんですよ。あ、ダメだデフレは。 そうなんですよ。これがね、一番正しい理解です。だけどね、教科書にはこう書かれてない。え<っ>？<laughs> 経済学の教科書にはこう書かれてなくて、デフレーションとは物価の下落現象であるって書いたんですよ。物価の下落現象。なんか何って感じでしょ？うん。ちょっと難しい言葉で言われると分から。 よね、要はね物の値段が安くなっていくのがデフレっていう。あ<ー>でインフレっていうのは物の値段が高くなっていく現象って言われてるんですよ。そうなんだ。<う>でもそれだけ聞くとどっちがいいかわからない、ね。わかんないでしょ。なんか安なんにやったらええやんけって思うて。うん。でだからねみんなで、ね、デフレインフレを物の値段やと思ってるから。おうおう ななんんかデフレががって感じがないんですけどもねもともとの意味は収縮と膨張で経済が収縮していくってこれ最悪じゃないですか。確かにそうだよねで貧乏になるそしたらものをあんま買えないだから身につけてる服とかもなんかあんまええもん切れへんし食べるもんもよくなくなっていくわけですよ。 だからねデフレって全然ダメなの安くなるからいいのかとも思ったそう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 だからねみんなこれ勘違いしてんのよねだからね今日はねここまでだけどこのデフレインフレってね考えるとね奥深い話がありますから続きが楽しみ来週またもっとね深く話をしていきたいと思います藤井先生ありがとうございましたいいえ